長田の死とは、日本の氏族の一つで、神武天皇の御子神谷恵美の命を祖とする王野氏に、属する古代氏族とされる。長田の死の祖は、武民性におけるた田な氏の出で、武民性は7世紀に血縁に基づく、氏族性へと変わっていくが、武将は、氏族名に転嫁されて残り、奈良時代の神護慶運2年に、尺二級を与えられた稲郡の長田の利ネリ千代や、 万葉集に、先森の歌を残した小さ型軍の長田の社人、大島など、主に、品濃国を中心に、長田のを名乗る人物が記録に残されている。この二人は、茅帳国造の公営で、稲軍や小さ型軍の軍領一族であった。ただし、各地に点在する長田の氏については、同じ、長田のどねりであっても祖先が、長田の宮に奉仕するとねりだったということ以外は、 示しておらず、必ずしも、決闘的な同族と特定されるわけではない。また、上平8年に、東三道を境に向かう平定森と追撃してきた、平野正門の軍勢百鬼とが、品濃国分寺付近で戦った記録に、戦死者として、品濃国地さ型軍の軍事長田の巻の名前が、残されている。口日する長田のメ子系統など、 主に各地の軍がなどに勤める地方役人であったとされるが、詳細はわかっていない。旧世紀の中頃より、軍事の権限が国史に集約されるに従って、長田の死の記録も見られなくなっていく。有力な長田の死としては、長田の目にしえの系統がある。大野市出身とされる、かや国造家の後院の金指しとねぎじか金弓の子で、 おさだのトネリ部の友の宮津子家となったことから、おさだのトネリ正を賜り、この異変イニシエが、おさだの社人像となって、子孫はおさだのを名乗ることになる。したがって、メイニシエの兄である、金指浅瀬を外する、新人無事家とは、同祖の関係となる。おさだのメイニシエの子孫は、孫の老いが、十六位下稲郡義少寮に補ぎいされたことで主に、 南信濃に勢力を持ち、文治5年の欧州合戦で勲功を挙げた、長田の太郎へ常を排出している。また、稲野豪族で、江戸時代に、柳館詰交代より合いとして、家門を保った友久氏の祖母姪子系統の、長田の死とされている。祖が、長田三栗屋の召喚を務めたと伝えられる、信濃国高い軍発祥の星名氏には、長田は長田野に通じるものとして、 おさだの市出身とする説があり、品濃市原稿では、諏訪市の所流としていることから前述のおさだの目、古の系統である、可能性もある。ありがとうございます。